こんにちは、総合牧師の柏木です。今日は、林さんの中で、普段の構えている状態の移動が難しいというふうにおっしゃっている方がいらっしゃったので、その説明をしていきたいと思います。普段ですね、ボクシングで戦っている時に、まあ、基本左回りか右回りに移動していると思います。で、この時の移動の方法ですね、基本的にボクシングでは足が縦になるのと、まあ、横に揃うのは良くないです。基本的には斜めの状態をキープしているのが一番好ましいとされています。この状態から左足、左に回る際は左足を少し広げて右足を狭めます。左、右、左、右で歩くようにしましょう。もう一度行きます。構えた状態で左回りをする際は 左足から歩きます。左、右、左、右で相手に対して常に向かい合った状態でいくら動いても相手に対して正面に捉えるように意識しましょう。右に回る場合は、逆で右足から動いていきます。右、左、右、左ですね。この時、右足を出した以上に左足を引きつけてしまうと足が揃ってしまうので、基本的には右足を出した分だけ左足を引きつけるようにしましょう。このようにいくら歩いても足の幅と、縦幅と横幅ですねが変わらないように、すると安定した状態ですぐにパンチが出るようになります。ここで説明以上になります。ありがとうございました。